筆で描く。毎日飯盒でご飯を炊き、鍋でお湯を沸かしていますが、ゴミに出される木材や庭木の剪定枝などが燃料なので、ただでいくらでも手に入ります。自治体のゴミ焼却炉で燃やせば二酸化炭素を出すだけなので、こうして調理に利用すれば二酸化炭素削減にも小さいけど少しは貢献できます。しかし困りごとは鍋につくすす。台所では洗えませんので庭の流しで洗います。この厄介者のすすも何か有効利用できないかと思いついたのが、すすを墨にして絵を描くこと。鍋についたすすを濡らした筆につけて直接描いてみましたが、すすの大きな粒があったり、色もあまり真っ黒にはなりません。そこで木切れを水に濡らし、すずりで墨をするように鍋底のすすを木切れですってみました。筆につけて書いてみると少し滑らかになり、色も濃くなり、まさに書を書く墨のようです。そのままだと描いた絵をかすったりすると、すすが剥がれてくるのではと思い、洗濯のりポリビニールアルコールを薄めた液を筆につけて書いてみることにしました。乾いた後触ってみてもあまり手についたりはしなくなったので、効果はあるようです。絵を描いてみました。御嶽山、1984年の長野県西部地震で大きな災害を引き起こした御嶽山南斜面の大崩壊地のスケッチです。水やすすをつける量を調節して濃淡をつけ描きます。早送りします。完成。まだ第一作目なのですが、十分墨の代わりにしてすすで描けました。人物も描いてみました。厄介者のすす、少しは役に立ちそうです。